こんにちは、れいかです。イエイ、ななみです。はい、2回目のコラボ動画はななみちゃんに毎日メイクをやってもらいます。私まだすっぴんなんですけど、次れいかちゃんにメイクしてもらう動画を私のチャンネルであげるので、またこれ見終わったらぜひ見てください。はい、見てくださいじゃあやっていきます。わ、人の顔にメイクはほんまできひんの。下地はセザンヌの皮脂防止テカリテカリ、え皮脂防止セザンヌの皮脂防止テカリ下地、あれわかんないけど、まあそれです。テカリ防止下地、うん、そう、それを塗っていきます。ちょっと本当に怖いよ、人の顔にするの。え、ほんまに難しいねんけど。え、これ水含ました方がいいんですか？え、うん、私は。え、福間さん、ほんまに痛くない？ってか福間さんかったら硬いです、ちょっと。めっちゃ目が濃くなるけど大丈夫かな。はい、ファンデーションはマキアレーベルの使ってます。ふんふんふん、これめっちゃいいで、あんまりつけ聞いたことないです。ちょっと待って、まず待ってコンシーラー、好きコンシーラー、これほらめっちゃ黒なった。これコンシーラーやで。なんでこんな肌白すぎやねえ、これちゃんとこっちにするわ広がらん、この雑さがバレないように早送りでお願いしますねこごめんな、痛い、全然痛くない。お前人の加減分からへんねんけど。こんなん塗らなくてよさそう、マジで。小鼻とかだけいいと思います。はい、眉毛いきます。眉毛はなんかね、マレーシアで買ったやつだから、これはどこのブランドかも知らない。うわ失礼します。無理え、無理やで、無理めっちゃごめん、眉毛無理。人にメイクする人マジで天才やと思うんやけど。思い切りが大事なんかな。パウダーの方が良さそうです。パウダーに変更します。ほんまに分からん。眉の方がほんとにね、柔らかくて可愛いの。眉の方がなんかあるの柔らかいよね。え、でも表よりかも、ちょっとなんかナナちゃんと一緒。めっちゃ濃い濃いですね嬉しい、めっちゃ濃い全然似合わへんな。すごい。あ、でもナナミにすんねんもんな。はい、ナナミちゃんにしてください。そうや、ナナミにすんねんもんな。全然今日ななみちゃんになりたいから。はい、え、左右均等ですか？ちょっとこっち来い。なんか中学生になってね、自分が濃くなると分からないの見せて眉中学生、ね、あ、ごめんあれしてるやんな、脱色してるやんな。クリームで若干な、薄いよ、いいような選んで。え、ほんまにななみの顔にするん、うん、これアナスタシアの。全然ピン立ってないわ、絶対。失礼します、目つぶってて。ちょっと失礼します。来い来い、来いよ。ハイライト入れてなかったので入れます。マックです。鼻筋だけなのあれやね、手で指で入れるね。てか鼻きれ、この塗りやすさやばい。ちょっと待ってな、溶かします、鼻筋。はい、やばかった今なに、やなみやでほんまに。これこんな鼻筋通ってんのに、こんなん絶対せんでいいけどな。おお、鼻めっちゃ来ないなんかすごい入れる、いつもノーズシャドウ。こことここだけ入れてます。あ、そこに入れるんや。だからか、ななみと同じにしてるからか、鼻筋が通ってすごい。まあ、ななみやから、ななみになっていくから、はい、ななみになっていくから。え、ななみと同じチークの入れ方、失礼します。こっちこっち。人にメイクするの難しいってほんまに。そんな生え際から入れるんだ。何ですか、私めっちゃ入れます。生え際っていうか、ここのここ頬骨、ね、うん、から入れます。でも形が、骨格が違うから分からへん。ああ、私はここがあるからあれやけど、多分レイカちゃんないから。どうですか、どうですか、素敵素敵コラボのリムメル、あった、トントントンってしたらいいよな。え、こっちも貼ってる、貼ってます。先生分からんねんけど。え、何の貼ってるの。絆創膏です。あ、細っ。そんな分かんないもんな。1ミリぐらいに切って、こうやってビョーンってやって貼ってます。上からシュー上村のこのラメ、キラッキラのやつをまた上からトントントンってアイフォールに塗ります。え、そんな分かんないもんなんだ、テープって。マジで分からへんかったね。この距離でメイクしてんのに気づかんかった。全部指で入れましょう。アイフォールに薄いブラウンを入れます。アイフォールじゃないや、二重幅か。もうごめんな、適当で。適当じゃないねんで、ほんま
ちゃうねほんま、ちゃうねほんまな、ちゃう力加減わからんねんって。ほんまに。全然大丈夫です。下の涙袋のところに、シューの右、こっち、この白い方、VVV ってやつ。そう、限定やね。多分売ってないねんな、もう。紹介して、あれやけど。多分限定やったと思う。爪の長さ一緒ぐらいかね。あ、レイカちゃんの方が長いです、今、絶対。そうそう。え、これめっちゃ可愛くないですか？ピンク、なんか白なんですけど角度でピンクに見えるんです。うーん、売ってんのかな、ネットとかで売ってるかもしれんけど。ほんとだ、ピンクになってきた。そう、ピンクに見えたり、ラジマンなり。ほんとだ、すごい。え、ピンクに見える。この色、このね、ここ、これを目の際に入れます。目上に上げてくれる。アホは怖い怖い怖い、もう怖い。あー怖い、あー怖い。オッケー。アイライナーかいていい。これはレイカちゃんのキャンメイクのブラウン。これブラウンです。ブラウンの使ってきます。目尻だけ。はいはい。つぶる、つぶろっか。はいはい。マジ部活やねんけど。わ、絶対かけてるんかな。え、ななみちゃんもブラウン。私は黒です。開けてみる。うん、私こんなんですか。上げすぎ、さすがに。あ、でもいつも上がってるイメージ。ねえ、ほんまにかけへん。こっち見て。あ、でもそんなんや。なんでそんなん、そんなん。おぉ、めっちゃ跳ね上げ。いつも自分の延長線上。なんかずっと跳ね上げてたんですけど、妹にもう古いでって言われました。妹。ナナミ、妹に言われてる。ナナミ、垂れ目にしたら似合わないんですよ。ゆらお願いします。はい。でも、もともと下がってる目が嫌だから、まあ、あの、松江くんも先に長くなる。え、垂れ目だっけ？松江くんで、さっきとんがらしてて、垂れ目じゃないようにしてます。垂れ目が嫌だ。マスカラ、オペラのものです。これが玄関です。あ、でも濃いんだ。でも濃い。濃いですか？でも最後リップやん。え、人のリップいける人？全然。逆にいいですか？あ、逆に全然大丈夫です。私は。ボビー・ブラウンの19番。自分で塗ってみる？どうぞ。難しいよ、人の顔に。てか人の顔触ることがないから。触らない。メイクというか、人の顔触らへんやん。難しいって緊張する。めっちゃ濃いですね、これ。濃い。まあ、でも今日の服に合ってるよ。え、似合ってる。はい、完成です。え、七海みたいになってないけど、でも鼻すぎは七海みたいな光沢で出てる。いいじゃん。似てますか？え、中井化粧してない。似てますか？雰囲気。え、でも可愛い。七海めっちゃ好きなんやけど。はい、ありがとうございました。すいません、めっちゃ緊張した、マジで。ほんまにめっちゃ緊張した。難しいですね、眉毛と鼻筋。鼻筋って、鼻筋って感じになっちゃったな。もっともっと鼻筋ある人に鼻筋したらあかんな。ほんまにめっちゃ鼻筋ってなっちゃった。ありがとうございました、はい、こんな感じでメイクしてもらいました。続いてはななみちゃんのチャンネルで私の毎日メイクをやりたいと思います、はい、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。